見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。10月26日、秋篠宮家長女の眞子さんが小室圭さんと結婚した。午前中に婚姻届が受理され、皇籍離脱して小室眞子さんとなり、同日午後の会見に臨んだ。会見場には圭さんと二人で現れた。これまでの感謝を述べた後、私と圭さんの結婚について様々な考え方があることは承知しておりますと、二人の結婚に対し賛否があることに触れた。婚約から結婚に至るまでの小室さんの行動は眞子さんの助言によるものだった。眞子さんは婚約に関する報道が出て以降、圭さんが独断で動いたことはありませんでした。例えば、Kさんのお母様の元婚約者の方への対応は、私がお願いした方向で進めていただきました、と明かす。金銭トラブルに関しては、Kさんができる限りの対応をしていくという。Kさんがニューヨークへ留学したことも、眞子さんのアドバイスによるものだった。Kさんの留学については、Kさんが将来計画していた留学を前倒しして、海外に拠点を作ってほしいと私がお願いしました。留学に際して私は一切の援助をできませんでしたが、Kさんが厳しい状況の中努力してくれたことをありがたく思っています。ご両親である秋篠宮ご夫妻も、この日、文書を公表された。そこには、今回、皇室としては類例を見ない結婚となりました、としながら、二人を送り出す言葉が記された。本人同士が結婚を考え始めた時から本日まで、様々な困難なことがあったにもかかわらず、二人の考えが揺らぐことは一度もありませんでした。昨年、岸文人が二人の結婚を認めると会見でお話をしたことも、二人の考えが常に一貫していたことによります。これからも、今までの気持ちを大切にして、二人で自分たちなりの形で、幸せな家庭を築いていってくれることを願っております。皇室ジャーナリストが、こう語る。お二人の結婚は、小室家の金銭トラブルが報じられてから、まさに異例続きでした。女性皇族の方が結婚される際に行われる儀式は、戦後初の取りやめとなりました。眞子さんは、皇室を離れる皇族の方に支給される一時金も辞退されています。どうしても、秋篠宮ご夫妻が掲げた、多くの人が納得し喜んでくれる状況、とはならなかったのです。そうした背景もあり、会見は、お二人の、結婚への気持ちを直接お話したい、という強い気持ちが現れていました。しかし、最終的に事前質問へ対応されることはなく、文書での対応となりました。最後まで、波乱尽くしだったと言えるでしょう。二人は今後、Kさんの生活の拠点となるニューヨークへ移住するまで、仮住まいである渋谷区内のマンションで生活する。早ければ11月にも渡米する予定だ、